教室で大声で話してんだぞ。他のクラスでも話してるやついるし。くそ。うん、せっかくやっとさ、宮村なんで吉川が泣くんだよ。じゃあもう、よしよし、ホーリー、トールが私のペン返してくれない。まだ使ってんだろ。二人ともうっさい。実際どうなのトール。あいつよくわかんねえんだよな。一緒につるんでるやつもいなそうだし。あ、でも宮村のおかげで本当助かったわ。ありがとう。偶然だけどね。でもよ、誤解解くだけなら頭突きは必要なかったんじゃないのか。あれはなんとなくムカついたから。サボったわねトール。あんたも体育委員のくせに私に全部片付けさせてさ。悪かったって。反省しろよ。わかったっつーの。トール、うわー、美少女。あれが戦国会長の彼女よ。美男美女カップルじゃん。気にすんなよ。どうせ宮村が小手にぶちまけたとかだよ。うん、吉川の優しさが温かかったって今日の西に書くね。俺日直だから。西はそういうのを書くやつじゃないわよ。うりうりするな。うりジュース遅いね。なんかしてるんじゃない。